なんかユミリンさんとあずみんさんのコラボ動画とかでもテーミスの6月号についてやってましたけども、はい。なんか小室圭は結構かなりやばい発言をしたみたいで、そのことがテーミスでも紹介されたみたいですね。ああ、そうなんですね。なんかもっといいマンションに住ませろとか、まあそういう形でね、言ったりとかもしてるみたいですけども。偉そうに。まあね、もうホーム女子っていう立場でね、はまあ年収も600万ぐらいかみたいな感じで言われてますけども、い。うん。まあそれでも、まあ、今の住まいには満足してないみたいで、まあもっといいところに住ませようって形で、まあ言ってみたいですけども。狭いんですかね、言って2人にとっては。もともと小室圭が住んでたマンションに比べると広いでしょうけども、皇族と結婚したんやからもっといいところ住ませろってことなんでしょうけどね。でもまあ、ほんまにそんな言い方をしたのかね。なんかもうちょっとグレードアップできないですかって言ってるのがちょっとわかんないですけど。いや、全然そんなことなくて、まあ、一応その引っ越しについても、もっといいところに住ませろって感じで、まあ、外務省の担当者なのか、まあ、そういうふうに言ったら、まあ、今はそんなことを言ってる場合じゃなくて、勉強すべきですよみたいな感じで、まあ、言ったんですけども、そしたら、まあ、シャラップみたいな感じで、まあ、黙れって感じで、で、俺は殿下だぞみたいな感じで言ったみたいですね。そんな感じなんですか？そうですもうね。何を勘違いしてるのか。まあ、外務省にはかなり強気で言ってるらしいですね。あ、そうですか。やっぱ弱みを握ってるんでしょうね、外務省とかのね。まあ、当然その今までも、まあ、その海外に行ったこともあって、それもね、まあ、政府関係者みたいな感じで言ってたでしょうから、まあ、そこでまあ外務省も手助けをして、まあ、悪さの手助けをしたって形で、まあ、ある意味それがまあ弱みというかね、当然まあそれが理由に、まあ、自分もね、まあ、非難をされないといけない立場なんだけども、逆にそれを利用してこれだけ弱み持ってんぞみたいな感じで、俺がまあ逮捕というかね、まあ、なった時にはお前らも道連れやぞみたいな感じでね、そういうとこなんかも分かんないですけどね。いやー、なんかね、今日ですかね、令和の虎っていうね、YouTube のチャンネルで人気のね、虎たちが、まあ、ポーカー賭博でね、書類送検16人されたっていうので、記事になってますけど、元をたどれば、なんか令和の虎のメンバーの、なんか一人が喧嘩したんですかね。あ、内部告発みたいなんで、まあお前ら巻き添えじゃんみたいな、なんか 全員捕まれみたいな感じで告発したみたいですけど、まあそういう感じで小室圭がね、一人内部告発したらいっぱい道連れになってしまうから、もう誰もちょっと 強く言えないんですかね、小室圭に。あれはガーシーさんでしたっけ？あ、令和の虎はガーシーさんではないんですよ。虎たちの中のなんか一人が、なんか内輪もめかなんかで揉めて、で、なんか暴露したんですよね。LINE のやり取りで、なんかお金これぐらいかけてみたいなやり取りをしたのを、なんかネットに上げたんだったかな。で、結局、まあ、内部からもう崩壊していったって感じなんですけど、竹田塾の林社長とか、ゲームカード販売のね、なんかトムハッピーさんとかも含めて、16人が書類送検されたっていうことで まあ、大ごとになって、今後ね、起訴されるのかとか、どうなっていくかわからないですけど。まあだからまあその小室圭としても、この件を暴露されたら政府がまあ何に逮捕されるかわからんぞって感じの、まああれを持ってるでしょうしね。まあそれが理由に、当然まあ自分も悪いことしてるんだけども、まあどうせ政府はバラせないやろみたいな感じでね、まあそういう弱みを持ってるからね。もうだからそれがバラせないことをもう知ってるから、もうそれを理由にもうどんどんまあ強気になっていったっていう形で、まあもともとね、まあ俺は殿下だぞって言った、まあ勘違いしてるのにも、もしかしたら、まあ女性身分けとか控除制度とかの拡大の話が、まあできる予定だったから、まあ自分はお手振りだけをして過ごす予定だったのかもわかんないですけどね。ただまあこういった感じで、まあリークされるっていうことは、やっぱりまあ小室さん面倒見たくないから、まあこういう情報がどんどん出てくるのかなって声では、まああるんだろうけども、まあリークはされるけども、まあなかなかね、そこから裁くってとこまではいけないでしょうけども。ですね。まあもっといいところっていうのが悪種な手なのかどうかはわかんないですけども、まあ一応紀子様もね、なんか戻ってくるのを願ってるみたいな感じで、まあ紹介されたりとかしてましたからね。秋篠宮様なんかも、いつも天子さんが座ってた椅子に人形を置いて。そうですね。まあ一応昭島邸はまあ大きくなったし、まあ、マスコミ対策もできるしっていうところはあるんでしょうけども、さすがにそこまでは考えてないと思うんだけども、ただまあ外務省としても、もうさすがに小室圭をね、まあ面倒見たくない人も多いだろうし、そうですね。当然森さんとかもね、面倒見たくないやろうし、
で、秋篠様とかも、まあ、発表としたら私は関係ないみたいな感じで小室圭のことを突き放しているような感じだから、ああそうですね、まあできたらまあ小室圭だけ消して、まあ、マックさんだけ帰ってきてほしいっていう感じでは思ってるでしょうからまあそりゃそうでしょうね、うん、まあそう考えると、まあ、小室圭は消される可能性はあるかもわかんないですね。事故かなんかで、まあ何かしらのね、まあ、事故に巻き込まれたみたいな感じをとって、まあ、そのタイミングを狙ってる段階かもわかんないですね。怖いっすねそれはだってもう今はその政府としたら小室家を消すことしか方法がないわけですからね。はい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 、まあ、確かに弱みを握られてるから。そうですね、だからまあその小室家に弱みを握られて、うん、まあ、その政府関係者が小室家をもう支援しないって形になったら政府関係者がまあ逮捕される可能性もまあ出てくるっていうことで、はい、まあ、そういうことをね避けるためには一番いい方法は消すことでしょうからね。まあ、そう考えると消される可能性もあるのかなってところで、ただまあ一応まあその辺もまあ小室佳代さんとかもまあまあその辺の話とかね共有してるでしょうから、うん、まあ、消すんであれば小室佳代さんとの逮捕と同時期ってことでしょうね同時期になんかでもまあ佳代さんは日本にいますからね、あれですけど圭さんは海外にいるんで。そうですね、どうやってね、だからまあその辺がまあ難しいでしょうね。でしょうねなんかそう考えるとなんかガーシーみたいな感じで海外逃亡してるみたいなね、圭さんも日本におったら捕まるからみたいなまあね、この間はねそのオンラインカジノとかで託児証の問題もありましたけども、はいはい、まあ、あれはもともとはその町が、まあ、間違って誤送金をしたっていう形で、うん、一番給付金出したらダメですよっていうリストの一番上にあった人に送金してしまったっていう形で、はいはい、まあ、最悪な人に誤送金っていう形でね、まあ、これはまあ一応まあ弁護士が優秀だったからまあ銀行を脅して、うん、まあ、ほぼ全額戻ってきたっていう形で、あ、見たいですね。ただまあ小室家に関してはまあその結婚する前から小室家さんのマンションとかを警備させたりとか、まあ、留学費用とか、まあ、生活資金とか、まあ、そういったものも結局は政府のお金から流れてるって形で、そうっすね、でしかもその昭島家もまあかなり関わりが深いって言われてるし、うん、天皇皇后両陛下がいない時に東宮御所の正門を通らせたりとか、まあ、その一般人をそういうとこ通らすってことはまあありえないんだけども、確かに、まあ、そういう対応したりとかして、まあ、その辺でまあ小室家が勘違いした可能性はまああるのかなってとかではあるんだろうけども、俺は特別なんだぞと、まあ、ただまあ小室家的にもね、その身の回りでまあ3人も自殺してて、ちょっとまあ精神状態はかなりおかしいところではあると思うんですけども、やばいっすよね。ただまあその状況でまあ眞子さんとしてももう批判されるからまあ帰ってくるのはまあ難しいでしょうけども、まあ、どうやってまあビザの問題をまあ乗り切るのかってところなんでしょうけどね。まあね、まあ、ここに関しては本当に謎ですけど、まあ、もうすでに乗り切ってるという可能性もね、まあ、なきにしもあらずというか、どういう方法かわからないにしても。そうですね。だからまあその小室家を殺害したら、まあ、眞子さんはかわいそうだから昭島邸に入れてあげようみたいな感じで、うん、まあ、そういう流れを作れるかもわかんないですけどね。本来ならあかんけど特別にってことですね。そうですね、こういう状況であればしゃあないやろみたいな感じでね、まあ、音をなくしてかわいそうだし、はいはいはい、まあ、複雑性 PTSD だしかくまってあげようみたいな感じで、うん、まあ、そういう可能性もまあなくはないかなってことでしょうね。はあ、まあ、なんとでもこじつけれるんですかね、正直。そうね、うん、まあ、しょうがないっていうのがちょっとどうなんかわからないですけどね、複雑性 PTSD も、まあ、ちなみにその秋島様に関することで、まあ、この間なんか山森圭司さんが本を出していろいろとね、アマゾンレビューですら書き込めなくなったりとかしてましたけども、はい、で、まあ、その秋篠様に関することで江守圭司さんがなんか前の本で秋篠様の発言として悠仁様の後は女性天皇を認めてほしいっていう発言をしていた著書があるみたいですね。え、そんなんあるんですか。まあ、そういう形でね、そういうヤフー知恵袋になんかこういうふうに書いてましたけどもっていう感じの、まあ、質問があったりとかしたんで、はい、まあ、そういう本があるんだろうなってところで、悠仁様の後は OK にしてほしいってこと、悠仁様の後は女性天皇を OK にしてほしいっていうことを、まあ、発言したって形で、まあ、やっぱ悠仁様が障害でダメだから、まあ、一回はとりあえずまあ天皇陛下として即位するけども、うん、まあ、その後は女性天皇を認めてもらって眞子様と小室家の子供が天皇陛下になるか、眞子様と
まあ、その結婚した相手がの子供が天皇陛下になるかっていう形で、まあ、そういう流れに持っていこうっていう形で考えてるのかも分からないですけどね。久子様の前からじゃないんですね。そうですね。その辺がやらしいというか一回まあ行動を移ってしまったらもう移し替えることができないんで、あとはその天皇になった人がまあ権限があるというかね。そうですね、まあ、私の後は女性天皇がいいんだって感じで天皇陛下が発言をすれば、うん、まあ、当然女性天皇っていう流れにも持っていき出すでしょうし、もともとその秋島家を支持している人たちっていうのは久子様の後に女性天皇をっていう形で考えている人が多いんで、はい、まあ、そういう形でねなる可能性もあるのかなってところで、まあ、怖いところですけどね。いやだいぶ怖いですね。もう企んでるというかそうですね、まあ、そうなったら当然皇室は終わりですけども、はい、まあ、この間ね秋篠様とかは戦没者の遺骨を納骨する式典とかに、まあ、出席もされてましたけども。ああ、してましたね、まあ、ちょろっとだけねお辞儀をして終わりって感じで、まあ、一応なんか天皇ご一家とかはなんか広島とか長崎の日とか、まあ、終戦記念日とか、うん、まあ、沖縄慰霊の日の日とかにはなんか黙祷を捧げられたりとかされているようですけども、まあ、ちょうどなんかその天皇陛下が中学校1年生ぐらいの時にはちょうど沖縄本土を復帰したっていう形で、はい、まあ、結構沖縄の事情とかもまあしてたみたいなんですけども、まあ、そういう意味で天皇皇后両陛下とかも、まあ、沖縄に対しては並々ならぬ思いがあるっていう形 で、今年の10月から11月にかけて行われる国民文化祭が沖縄で行われるんですけども、はい、まあ、そこで初めて地方公務に出られるんじゃないかっていう形で。ああ、なるほど。いうことですね。ちょうどまあ今年がまあ本土復帰50周年っていう形で、はいはいはい、まあ、メモリアルイヤーなんで地方公務の再開としてまあ初めの地として選ばれる可能性がまあ高いっていう形で書かれてましたね。まあ、地方公務に行きづらい状況ではある中で、最近はね、秋篠宮様は先だっていろんなとこ行ってね。そうですね。なんか頼まれたら何でも行けばいいっていうもんじゃないよみたいなね、コメントも多くて。そうですね。オンライン公務とかお金の出ないものはね、行かずにお金の出るものは参加してみたいな、どうなのみたいな言われてますけど。そうですね。で、またなんかその上皇ご夫妻も、その沖縄復帰50周年の特別展を6月2日に鑑賞されるっていう形で。ああ、明日。もうね生前退院されたからそんな別にアピールしなくて勝手に行きたかったら行けばいいんだけどもまあ一応なんか前もってねその行きますよっていうアピールをしてっていう形で、まあそんだけねアピールしたければ、まあ、その眞子さんの生前贈与に対する報道についても、まあ、どういうことなのかっていうのを言及してほしいところではありますけども。ああ最大1800万でしたかね。そうですね。一応まあその普段は、まあ、毎回週刊誌を読んで、まあ、間違った報道があればこれ間違ってますよって形で反論記事が出るんだけども、うん、この眞子さんの生前贈与とかの報道に関しては何も反論する記事がなかったので、確かに、まあ、その1800万円お小遣いとして、まあ、渡してる可能性っていうのは十分にあるのかなっていう形で。あるでしょうね。でしかもその安住さんとユミニさんの、まあ、ライブとかでも話したんですけども、うん、この1800万っていうのは一人だから、まあ、上皇ご夫妻で渡してるとしたら3600万円を渡してる可能性もあるっていう形でね、なかなかこの辺が、まあ、どうなのかなっていうところで、まあ、説明してもらいたいところではありますけどね。やばいですね上皇ご夫妻もいろいろと怪しい動きで、まあ、調べてもらいたいところではありますけども。いや調べてもらいたいですよ本当に、まあ、秋島家の方はね、まあ、どんどん、まあ、疑惑が浮上するというか、まあ、一応まあ久子様に関しては、まあ、そのまあバドミントンに入部っていう形で、はい、一応まあこのバドミントンっていうのが一番その筑波附属高校の中ではまあ上下関係がまあ緩い部活みたいですね。もともときつい部活っていうのはないんですけども、はいはいはい、まあ、バドミントンが一番緩い部活でまあ自由度も高いっていう形で、うん、まあ、あの真剣に部活をする気が全くないのかなってところでね。一応なんかこの部活っていうのはなんかその塾とかアルバイトが忙しいけども、まあ、運動はしたいっていう生徒がまあ入るような印象っていう形で、まあ大学でいうサークルみたいな雰囲気なんですかね。まあそうですね、うん、まあ、一応まあ上達したい人は各自で練習に取り組んでるっていうことで、はいはいはい、まあ、ただまあその男子バドミントン部だからまあ大会はないんだけども、まあ、一応応援には参加されるんちゃうかっていう形ではまあ書かれてましたけども。ああそうですか。最近はね、なんか、まあ、運動部に入ったからか分からないですけど、スポーツウェアで登下校もしてるみたいで。そうですね。だからまあまあ、練習も行ってるんですかね、もう、もしかしたら部活、まあ、始まってるでしょうから。そうですね。まあ、ちなみに、その、アクション様は、学習自体は、写真部だったっていう形で、まあ、この定期戦の、まあ、試合の撮影を担当されたっていう形で、はい、まあ、何を撮影したのか分からないですけどね。まあ、女の子のパンチラなんかよう分からないですけども。
まあね、写真部に入るってのはあんまりないですよね、写真部があるところっていうのも。いや、まあまあ、その多いですか、あるんじゃないですか、写真部とか言ったら。へえ、まあ、一応まず上皇様は高校時代は馬術部っていう形で、はい、まあ、仲間の人たちとかを、まあ、東宮御所とかに呼んだりとかして、うん、まあ、ポロとかを、まあ、楽しんだりとかしていたっていう形で、まあ、上皇様が悠仁様にアドバイスをするとしたら、まあ、勝利よりも絆でしょうみたいな感じでは書かれてましたけども、はいはい、ただまあ悠仁様はね、どう考えても友達はできないかなっていう形で、登下校されてる姿とかも一人で行ってて、まあ、みんなも話しがけずらそうというかね、まあね、もうそういうオーラを出してるというかね。まあ前後に警備の人もおるし、校内にも至るところになんかね、物陰に大人がおると知らん。そうですね。みんなびっくりしてるみたいなね。話しかけづらいですよ、さすがに。つくふでの学校生活は、まあ、報道統制されて、報道されることは、まあ、ないのかなってことでしょうけどね。そうですね。まあ、ちなみになんか、この間なんか、その、兵庫県警の記者クラブから、まあ、NHK が追放されたっていう形で、はい、北海道の知床遊覧船事故で報道があったんですけども、はい、まあ、その報道で、まあ、兵庫県の遺族の人も、まあ、そこに入ってたみたいで、うん、で、まあ、その兵庫県の遺族が一応この知床遊覧船の、まあ、事故の、まあ、社長とかから、まあ、電話とかで話を聞いたりとかして、まあ、そこで、まあ、いろんな情報を、まあ、その時の出勤状況とか、まあ、そういった情報とかを、まあ、入手していたみたい で、はい、で一応それをその情報を他の記者クラブの人たちでとか、まあ、他の週刊誌とかの皆様にも、まあ、共有しておいてくださいみたいな感じで、まあ、知り得た情報をその NHK が他の人らに情報共有せずに、まあ、独り占めをして報道したっていう形で、あ、独占で、はい、で、まあ、一応その独占で報道した後に13時間ぐらい経ってから、まあ、情報共有したというか、まあ、それで、まあ、他の記者クラブの人間が、まあ、怒って、はい、まあ、内乱が勃発したっていう形 で、一応その NHK が弁明したんだけども見苦しい弁明というか、まあ、そういう形で、まあ、除名処分というか、まあ、一時的に3ヶ月間ぐらい、まあ、除名処分っていう形で、はいはいはい、で、まあ、それから、まあ、なかなか、まあ、3ヶ月間はまあ復帰できないっていう形なんでしょうね。ただまあその記者クラブとかもね、ご機嫌取らないといけないでしょうから、まあ、報道とかもね、まあ、そういう形で気をつけないといけないっていうところで、はいはいはい、まあいろいろあるんでしょうけどね。なんか NHK とかもね、自分たちはね、番組に出演する人とかをしっかり調べて、なんかね、コンプライアンスしっかりみたいな感じやってるのに、なんか自分らはね、なんか個性やり方でやるんですね、そうやって。そうですね、まあ、なかなか週刊誌がまあ、質問しても週刊誌とかがね、せっかくそのマックさんの結婚関係で質問できる場があったと思ったら、はい、週刊誌に対しては事実でないことがみたいな感じで喧嘩を打って出ていたっていう形で、うーん、まあ、この辺もね、まあ、どうなのかなってところで、まあ、今後ね、そのニューヨークの生活もそうだし、うん、まあ、悠仁様の学校生活もそうだし、まあ、秋島家のまあ批判とか、まあ、いろいろね、疑惑がどんどん出てきますけども、まあ、今後どんな展開を迎えていくのか、皆さんの予想とかも聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。